すごいアップ。やめて。やめて。マイク上がってるよ。さあ、時刻はお昼の2時30分を回りました。FM 講座を聞きの皆さん、こんにちは。いやー、天気の悪い沖縄市ですね。雲もね、多くてね、なんとなくどんよりしちゃう感じもしますけれども、今日も、沖縄市中央パークアベニュー、入り口にあります FM 講座のスタジオから生放送で30分間お送りいたします。めぐみかんのフリーライフ2、お会いいた私、めぐみかんこと池城めぐみです。今日もね、3時までの30分間どうぞお付き合いください。いやー、ちょっとね、番組始まる前までね、ちょっとバタバタではしていましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか？沖縄市の方はもちろんね、ツイキャスユーストリームの皆さんも、いかがお過ごしでしょうかね？ちょっと沖縄は天気悪いですけれども、今日はね、一日かけて、降水化確率もね、ちょっと上がってきているということで、60% ぐらいだったかな？ 60% ぐらいあるということだったので、まあ傘はちょっと手放せないのかなっていう、そういう天気なんですけれども、皆さん。体調にはね、気をつけてくださいね。結構ね、増えてきてますね、季節の変わり目でね。ちょっと、コンコンしたり、ズーズーしたりね。そういう方も増えてきてますので、体調管理しっかりしていきましょう。それでは、めぐみかんのフリーライフ2、この後3時まで生放送でお送りしていきます。さあ、お送りしています、めぐみかんのフリーライフ2ですけれども、今日のオープニングの、まあ、から参りましょう。もうこのね、この一週間ね、ずっとこの曲が頭から離れないんですよ。もうこのサビの部分がね、どうしても頭からエンドレスリピートなのでね、もう思い切ってもう一曲聴いちゃおうということで、今日のめぐみかんのフリーライフ2オープニングナンバーは、吹きの塔で、白い何よって感じだけどね。沖縄県沖縄市にあります FM 小田から生放送でお届けしておりますけれども、いや沖縄市ね、降ったりやんだりと忙しい天気ではありますよ。栃木だった、違うね、群馬ね、全然関係ないね、群馬ね、群馬いい天気なんだ、いいなー、なかり捨てたただいま放送では吹きの塔の白い富士をおかけしております。いや全然白くなることはない沖縄なんだけれどもね、この曲がとっても頭からね離れなくてね、どうしようかなって思ってね、昨日一昨日とずっとね事務所で鼻歌やりいろいろ歌ったりしてますけれども、今日のテーマはね、
なんだっけ、なんだっけ、懐かしい、懐かしいということにしていこうかなと思いますよ。AKB ファンさん、妖精なんて言葉はね、誰にも言っちゃいけないんですよ。あの、人を選んで言ってくださいね。お送りしているナンバーは、フキノトウで白い冬です。もうこの部分、この部分、ずっと頭から離れないんです。なので、リスナーの皆さんも、巻き込んじゃおうという魂胆でした。もう、ここ一週間ね、ずっとこの曲がね、頭から離れなくてね。いや、でもとってもいい曲でね、とっても大好きな曲なんですけど。はい。という一週間を迎えております。皆さんね、いかがお過ごしでしょうか。さあ、今日のめぐみかんのフリーライフツ、今日のね、テーマはね、何にしようかなって考えたんですけれども、やっぱり、やっぱりというか、ちょっとね、今かけた曲も、まあ、私の世代では懐かしいとかそういうのではないんだけども、まあ、この曲聴いて、ああ、懐かしいな、あの時思い出すな、なんて思う方もいるんじゃないかなと思って、今回のテーマは、懐かしい。こちらでメッセージをお待ちしております。メールアドレスは、761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp まで、どんどんどんメッセージお待ちしております。ツイキャス、ユーストリームでも FM 講座ではですね、生配信中でございますので、参加しやすいやり方でね、ぜひ、参加してほしいと思いますよ。ね、ツイキャスでもね、ちょいちょいコメント来ておりますので、紹介していきましょう。AKB ファンさん、マリさん、ありがとうございます。メグコンチャーと AKB ファンさんも来てますね。で、マリさんは、群馬にお住まいなんですかね。群馬は快晴ですと来ております。沖縄に、この快晴の太陽を少し分けてくださいというお話をしていましたが。ねえ、もういいですね、快晴ね。まあでもね、雨もあって、太陽もあってからこそのね、まあ天気の流れといいますかね。そんな感じもしますけれども。さ、一旦ね、CM を挟みまして、また曲と、リクエストもね、どんどんかけていきたいなと思います。はい、懐かしいでメッセージをお待ちしております。それでは一旦 CM です。ヘッドホンからも、まあ離れないじゃ離れないけどね。さっ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 さ。何を。今決めたもんだからね、どんなに。超どんよりしてるんですよね。これぞ曇りっていう天気です。さあ、時刻はお昼の2時39分を回っております。お相手はじゃなくて、お届けしているこの番組は、めぐみかんのフリーライフ2です。お相手は、めぐみかんこと、池城めぐみです。さあ、今日のテーマ、懐かしいですが、そうね、懐かしいと言ったらね、もうね、最近ね、わかります。Facebook やられてる方結構多いと思うんですけど、Facebook で過去を振り返ってみましょうっていうのがね、お知らせで来たりするのわかります？皆さん。
3年前とかね、4年前とかね、4年前の今日はあなたは何をしていましたよっていうのをご丁寧にですね、わざわざですね、お知らせしてくれるというね、Facebook 素晴らしい機能があるなと思いますけれども、ちょいちょいね、まあ Facebook を今開いてみましょう。で、Facebook を開いてみると、池代めぐみさん、過去を振り返ってみましょうと、お知らせが来まして。で、まあ、その他にも、誰々との過去を振り返ってみましょうっていうのを今日初めて見まして、そういうお知らせをね、なんじゃそりゃと思って開いてみたら、何年前の今日、この方と友達になりましたよということだったんですね。そういうことも教えてくれるんですね、Facebook はと思いまして。いや、面白いなーなんて思った次第でございます。はい。で、そういうね、Facebook の記事を読んだりしていると、やっぱりね、まあ、私は今24なんですけれども、で、4年前とかだったら大学生なわけですよ。まあ3年前もまあギリギリ大学生になるんだけれど、そうね、3年、4年前っていうのを、そういう記事をね、見てみると、まあ大学の友達と、この学、大学の講義をこんなって受けてたよとか、学校のね、この大学の、至るところの写真が乗っかってたりするわけですよ、この記事にね。で、いやー、大学懐かしいなーなんてね、思ったり、まあ、もちろんこの写ってるメンバーもね、あ、今元気にしてるのかなー、まあ、もちろん今でも付き合いね、ある子もいっぱいはいるんですけど、何人もいるんですけど、やっぱりもうね、大学卒業するとちょっとね、連絡取りづらいなとかね、ちょっとね、タイミング合わないなっていう、なかなか会えないメンバーも、そりゃいるわけでね。だから、この昔の記事をね、振り返ってみるというと、振り返ってみるということになると、あ、なんか、こんなことやってたんだ自分ってね、思ったりするんですよね。私大学で福祉を、専攻しまして勉強はしてたんですけれども、そっか、こんなこと、まあ、福祉っていう、まあ自分自身でも、まあこういうことや、習った、こういうこと習ったっていうのは頭にあるんだけども、その一日一日のね、記事を見てみると、こういうことを、習って、こういうことを習って、こういうふうに思ったっていう、この気持ちの部分までね、書いてるところがあって、それを読んだりすると、ああ、こんな、この時自分こんなこと考えてたんだなとか。で、たまたまね、たまにね、ちょいちょい見つけるのは、まあ、この天気の、まあ、晴れた、まあ、空の、写真であったりとか、まあ、ビーチの写真であったりとか、まあ、風景ですね。風景の写真が一枚乗っかってて、いろいろあるけど、頑張っていこう。みたいなことが書かれてるわけよ。自分の記事に。何があったと。何年前の自分、何があったと。まあ、過去の自分に問いただしても、まあ、答えは返ってこないんですけど、Facebook に書かれているものしかわからないんだけど、そういうところのね、自分の気持ちを考えてみると、なんだろうね。まあ、でもこの期間というか、この、3年、4年経って、見るとね、まあ、顔つきもちょっと変わってきて、まあ、丸くなったってだけなんですけど、それも含めて、ちょっと、自分も考え方が変わったんだろうなっていう、この3年、4年っていうこの短い時間であるけれども、この時とはちょっと自分も価値観が変わってきたのかな、なんて。思ったりもする。こういう振り返りね。やっぱ、過去を振り返るっていうのはいろんな意味で大切だなぁなんて、しみじみ思ったりしました。まあね、こういう天気だからっていうことにしときましょうか。今日はね。はい。皆さん、どんな、楽しい過去とかね。まあ、懐かしいと思うね、こととか。まあ、曲とかでもいいですね。
あ、あの曲、こんなエピソードがあってとかね。懐かしいなとか。この曲聴いたら、あんなことが思い出されるなとかね。そういうことがあったらね、皆さんどんどんメッセージお送りくださいな。さあ、じゃあ、ここでですね、もう一曲かけていこうかな。何をかけようかな。で、決めてないのに曲振りをするという。じゃあ、私がですね、中学校の時に、大好きだった曲を、今、人をって言おうと思ったんだけど、やめた。大好きだったこの曲、一曲、お聴きいただきたいと思います。やっぱりこの曲聴くとね、なんとなく、あの時のことを思い出しちゃったりするわけですよ。それでは一曲いきましょう。スピッツでチェリー。ありがとうございます。 AKB ファンさん読んでいくね、後でね。あー、いいね。OK、 曲かけるからね。ありがとうございます。結局女かよ。ブリアンって転げた日、きっと想像した以上に、また未来が僕を待ってる、愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。ささやかな喜びをつぶめるほど抱きしめて。いいね。惚れたてで抱き立てた、あの手紙はすぐにでも捨てて欲しいと言ったのに、少しだけ眠い冷たい水でこじ開けて、あ、せかされるように、溶かされるように通り過ぎてく、愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。いつかまたこの場所で君と巡り会いたい。さあ、ここでメッセージ一つ読んでいきましょう。 AKB ファンさんじゃないね、すいません。早見愛するモアコカイさんからです。いつもありがとうございます。ほんとね、豆ですね、いつもね。ほんと毎週メールよく送ってくれてね、ありがたいですわ。ありがとうね、いつもね。オース頑張り屋のメイク、オース AKB ファンさん。言っちゃった、やっぱダメだね、ちょっとね、まだ慣れないね。FM 講座をお聞きの皆さん、こんにちは。こんめぐ、無理やり。テーマ、懐かしい。俺はな、先週の金曜日の吉野さんの主婦帯に、はいはい、もうここでもう分かりましたよ、自分は。はい。あの、美人パーソナリティのシーズがゲスト出てたやん。めっちゃ懐かしいわ。久しぶりに見たわ。べっぴんは変わってないな。お、隣の姉さん寝てるから肩に寄りかかってきたかな。寝てるから肩に寄りかかってきた、ラッキー。以上、リクエスト。大塚製薬、いや、大塚愛で、さくらんぼ、めぐしくよろうといただきました。いいっすね。本当にね、自分もね、先週金曜日、玉木吉野さんの、
玉木吉野のノノスタイルという番組を私も、ミキサーで担当させていただいてますけれども、もう、どれくらいぶりだろうね。どれくらいぶりにシーズーさん出てくれたんだろう。とっても懐かしいなって確かに思いました。もうこのね、シーズーさんとはまあ、やりとり、LINE とかでね、メッセージとかで、たまにですけども、やりとりなんかしちゃったりもしてますけど、それでも、やっぱりこの放送を通して、声を聞くっていうのがね、とってもなんかね、あの頃に戻っ、なんかあの頃といっても、まあ一年は経たないんですけれども、ね、聞いたリスナーの皆さんも結構いるんじゃないかなとは思います。懐かしいなってね、早見愛する蒙古会さんと同じように、思った方も、いるんじゃないかなとは思いますけれども。はい。でね、本当にね、この柔らかい声と、この素敵なね、笑顔でね、もう本当にまったり、まったり、ゆったりっていうこの時間がね、過ごしたなぁと思って、私も同じく、懐かしいなぁなんて思ったりしています。で、シーズーさんはね、12月、来月からですね、もう1ヶ月後、そうです。ちょうど1ヶ月後ですね、今日木曜日だからね、12月の、1週目から、シーズーさんが、主婦帯に、FM 講座に戻ってきます。もう約、1年ぶりではないか、半年ぐらいかな、ぶりぐらいにね、復帰ということで、シーズーさんがね、FM コードに戻ってきます。嬉しいね。シーズーさんファンがね、結構いっぱいいたと思います。ね、待ってましたっていう方もね、たくさんいると思います。12月から、毎週木曜日のお昼12時、主婦帯の仲間入りいたしますので、ぜひ、応援してくださいね。よろしくお願いします。そこで、AKB ファンさんからリクエストが、ダメですね。すいません。何度も間違えちゃった。早見愛する蒙古会さんからのリクエスト、今、後ろでね、かけておりますが、ちょっと聞いてみましょうか。大塚愛、さくらんぼ、おかけしております。誰や AKB ファンってほんまやで、誰やねん、誰や、シチュー AKB ファン、 AKB ファン言うやつは俺のことか。そうやで、そうやで、さあ、お送りしてきました。めぐみかのフリーライフ2。もう、そろそろエンディングの時間となってまいりました。相変わらず30分あっという間ですね。もう毎回ね、
あっという間、あっという間って言ってますけれども、はい。皆さんね、お付き合いいただきましてありがとうございました。ラストナンバーといいますか、まあ、エンディングはですね、まあ、私の大好きなパンプオブチキンのナンバーで、宇宙飛行士への手紙をお届けしながらお別れとなります。さあ、ここでね、FM コザーより一つ、ご案内をいたしましょうね。どれ言おうかな。まあ、これでいいかな。はい、行きましょうね。FM コザより大忘年会のご案内です。まあね、他の番組でもいろいろ言ってるとは思いますけれども、もう本当にたくさんの方に来てほしいので、こんなにもたくさんいっぱい案内しているわけです。はい。FM コザ大忘年会です。リスナーの皆さん、パーソナリティの皆さん、スポンサーの皆さん、みんなひっくるめて、年忘れ大忘年会しちゃいましょうということで、12月4日金曜日、19時より、沖縄こどもの国レストランアクアにて、会費お一人様2000円。こちらはですね、一律です。お子様も、大人の皆さんも、2000円いただきますが、はい、こちらでいっぱいの方と、交流していただいて、ゲームもね、考えてて、で、みんなが楽しめるようなプログラムをね、今、スタッフみんなで考えていますので、絶対楽しめると思います。ね、内地の方もね、AKB ファンさんも来るって言ってたもんね。ね。はい、内地の方もね、何名もいらっしゃるということだったので、FM コザの大忘年会に参加するために、はい、来てくれるということだったので、もうこの時を逃したら、もったいないです。せっかくのね、みんなが来るチャンスだから、仲良くなれるチャンスだから、ぜひともたくさんの方に来ていただきたいです。よろしくお願いします。FM 講座に、ぜひとも申し込んでくださいね。12月4日、金曜日、19時よりです。遅れてきても全然大丈夫です。それも含めて考えてますのでね。はい、楽しい時間を一緒に過ごしてみませんか?よろしくお願いします。メールアドレス 761@fmkoza.jp です。こちらまでね、参加したいです。で、支払いはね、できればまあ早めがいいんですけども、まあね、当日でも大丈夫ですよというふうにご案内しておりますよ。皆さんのご参加お待ちしております。もうね、残りわずかとなってきました。お送りしてきました。めぐみかんのフリーライフ2も、これまでです。また来週この時間にお耳にかかりたいと思います。参加してくださった皆さんありがとうございました。それではまた来週。はい、ありがとうございます。これサプライズゲストかもなって今言ってもさ。今言ったらサプライズならないじゃないですか。もう分かってるのにね。今日はね、ちょっとね、ユーストリームの画面をちょっと変えてるんですよ。だいぶアップで。